丸亀警察署の管内でこの1ヶ月間に緊急キャンペーンには丸亀署の警察官などおよそ50人が参加し香川県多度津町の県道交差点でドライバーなどに交通安全を呼びかけました管内では先月21日善通寺市で高齢女性が軽乗用車にはねられ死亡したほか、 今月13日にも、多度津町で自転車の高齢男性がワゴン車にはねられ、死亡する事故が起きました現状、非常に厳しく考えておりますので、車のドライバーは早めのライトを点灯、歩行者は反射材、ライトの着用、自転車を利用する際は、先の2つプラス、交通安全ルールをしっかり守っていただくというように、早く見つける、見つけてもらうというアクションを起こしていただきたいと思います。 丸亀警察署ではドライバーに改めて安全運転を意識してもらい交通死亡事故に歯止めをかけたいとしています。